生戦、ケルベロスはは、ファンプレックスによって、配信、運営されていた、ソーシャルゲーム。サービス期間は2011年4月18日から2018年4月18日。2011年4月14日オープンベータテスト開始、同年4月18日正式サービス開始。キャッチコピーは、戦友と共に強くなれ。ジャンルは、ソーシャルストラテジー RPG。 サービス開始当初の運営はグリーが行っており、クエスト、コロシアム、バトルフィールドの3つの異なるゲームモードを1つの保有デッキで楽しめる画期的なソーシャルゲームとして評判を集める。2015年10月より新設したソーシャルゲーム司会者ファンプレックスへ運営が移管されている。2018年4月18日15時をもってサービスを終了した。 ジーククローネは2012年6月27日から2015年12月25日まで展開していたグリー初のトレーディングカードゲーム。聖戦、ケルベロスとは第1弾からの参戦タイトルとして実装。聖戦、ケルベロス流国のファタリテというタイトルで日本では2016年4月より6月までテレビ、東京他で放送された。中国では3月より 動画サイト iGE で先行配信された。クナーン大陸には、聖アムリア王国、イシルフェン王国、バンロディス王国という三つの王国があり、その力は互角だった。魔導士たちはその大陸を脅かす蛇竜、ダガンゾートを封印するための儀式を行おうとしたところ、何者かの妨害を受け、ダガンゾートに殺されてしまった。封印に参加していた、 魔道士は色とキスミテーテの子であるヒーローは、夫妻の従者であるギリューに救われ、剣の修行をした。10年後、彼は、両親の敵を撃つべく、養父を引き連れ旅に出る。主要人物南部、小一派その他の人物聖戦、ケルベロス流国のファタリテに関するカテゴリー。ありがとうございます。